大阪市立売割小学校は、大阪府大阪市平野区売割にある公立、小学校。1873年の学生志向に伴い、丹北郡東売割村、西売割村では、周辺の村と学校組合を設置して、当時の住野道村に、堺県河地国第33番小学校を開設した。しかし学校は、 売り割からは遠いために通学に不便ということで、翌1874年に第33番小学校から分離、独立し、東売り割村及び西売り割村を校区とする、堺県河地国第76番小学校を当時の東売り割村に設置した。この時設置された第76番小学校が同校の直接的なルーツとなっている。 第76番小学校は後、売り割人尋常小学校へ改称している。1941年の国民学校令により、売り割国民学校と称した。1944年12月19日の最初の大阪空襲では、学校の西約300メートル地点に爆弾が落下し、爆風で校舎のガラスが割れる被害を出している。1947年の学生改革により、 売割村立小学校となった。1954年には現在地に移転している。売割村が1955年4月3日に大阪市に編入されたことに伴い、同日付で現在の公明、大阪市立売割小学校に改称した。1960年代以降地域の宅地化に伴って児童数が増加したため、売割北小学校、 売り割東小学校を相次いで分離している。ありがとうございます。